塩の香りもいいですが、こちら手焼きせんべいの味もなかなかなもんです。今回はですね、この海辺の町の路地裏で見つけました。この懐かしい味ご紹介してみたいと思います。うん、うまい。みかんの島で知られる周防大島。ここ大島郡久賀町は段々畑と瀬戸内の穏やかな海辺の町です。静かな町並みの細い路地を入り、古い店先に立ち寄るとプンと香ばしい香りが漂ってきます。これは懐かしいお店がありますね。ごめんください。いらっしゃいませ。なんか懐かしいですね、このお菓子ケースが。ここのお菓子もね、さることながらね、はい、ここのバラ売りのこれおせんべいですよね。これ少し分けていただいてよろしい？はい、よろしくございます。塩入りや海苔、生姜などといったどれも懐かしい味と形です。手焼きっていうのはね。あ、手焼きで、ああ懐かしいですね。でもいるだけ買えるっていうのは嬉しいですね。そうですね、皆さん喜んでくださいますね。で、自分の好きなのだけちょっと多めに買ったりとかできますもんね。そうですね。カチャカチャと焼きバサミの音。手焼きせんべい昭和堂の味を頑固に守り続けているのは2代目の宝川悟さん。若い頃和菓子の修行もし、父親のせんべいと2枚看板の時代もあったとか。一筋42年、妻ひろこさんは良きパートナーです。夏はね、暑いね。夏場はね、昼まで済ます三段でやるね。ええ、やから、そうかそうか、お昼までに仕事をやってしまわないと暑いから。暑い、昼から2時30分それだって持てんで動けんのじゃから本人は。あ、そうか、もう焼き始めたらもう座りっぱなし。そうそう、お昼までは、はい、焼き便所台など時々さーっと肩を下ろしてね、たーっと走ってくん、ですね。あれ大丈夫なん。なんかのんびりこうガッチャガッチャとやってらっしゃるように見えますけど、それなりにやっぱりその苦労がありますね。あるある。これせんべい一面一面顔見よるな。じゃ出来の季節とかその天候とかによってやっぱりこの焼き上がりっていうのは違うね。それが違うね。このね、種が生きちゃうんできね。私言うのにしょっちゅう。これ温度自体ってのはどのぐらいの温度で焼いてらっしゃるんですか？じゃあ温度は分からんのじゃがね、わしらね、ええ、こうしてね、ええ、顔が知っちゃうね。顔が知ってるって何ですか？こうしてね、ええ、焼くでしょうか、はい、この温度でほやほやしちゃう。あ、ここほやほやってこれやってわかるんですか？そう別に何度で焼かないといけないって決まってるわけじゃなくて。そうそうそう、うん、で昔はでもあれでしょ、こういうなんか今ガスかなんかでちょっとこういうのじゃなかった。いや昔は無煙炭だった。でこの下にレンガで通じるでしょ。あ、これ昔の名残。あ、これありますもんね。ああ、ことがあるでしょ、ええ、はい、道具もでも特殊な道具なんでしょ、こういうものっていうのは。そう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 、これはね親父が、ええ、この方でも母お方40年ぐらいになるね。あ、そうなんですか。うん、そこにぶら下がってるのはね、ええ、もう60年から70年昔ので、そのままで、やることがなすことも全部昔のまま。おはよう。お昼頃になると仕事場が急に賑やかになります。朝4時から座りっぱなしの宝川さんにとっては嬉しい時間。近所の人、仕事途中の人、話し仲間が毎日集まってきます。またみんなは大の相撲好き。大相撲の時期には勝者を決め得点差を競う相撲クイズに話が弾みます。まるで子供のような無邪気な遊びです。15日間集まって、そうそうそう、毎日ここ見せん、このレンガのとこ見て、丸なっちゃうのあれ足上げるで。あ、この前のレンガの角ですか。ああ、はい、これなんで丸いんですか。冬場に足を上げるのよ。冬場にみんながね、冬場にこれ言ってから一番この実績のあるもんがこうやってここで当たられるんよ。はいはい、冬場寒いですから、ここで当たっていいわけですね。当たる権利がある。外で暑いの置いて中に入らんもんな、ここへ暮らしてもらえんのよ。夏場来てここで仕事してるから暑いからって中に入らないようなものはここには来れない。どうぞお待たせしました。2000円でございますね。よろしくございます。はい、どうもありがとうございました。大阪から顔なじみのお客さん。この島に住む妹さんの勧めもあって、帰省のお土産にと必ず立ち寄るそうです。
美味しいってね、みんな手焼きで言ってますんで、はい、ほんでいつもこれ、こうやって帰るんで。結構高いところにあるんですね。お友達と出かけてきますと誘われてお供したのは霊験新たかな嫁いらず観音。月に何度かお参りするそうです。よく奥様も来られるんですか？そうですね、お散歩コース、ね、この奥さんは信仰ですからね横参りな、私はもうジョギングでなくて、うん、お散歩コースです。今なんかお供えされた、ええ、あれはやつはここの縁日の時にね、あの嫁入りせんべいって言うんですね。嫁入らず観音様のね、お年取られてあんまりお嫁さんの手を取らんように、ええ、なるほど、あ、そういう意味の嫁入らず。そうなんですね。お若い方ですとね、ええ、うちおせんべい買いに来られてもね、あ、わしはまだ今から嫁がいるんじゃけちゅうてね、拒まれるんですよで私が説明するとね、そういう意味じゃなくて、なるほどとこうなるんですよね。あ、なるほどですね、だから お若い方はね、お若い方はちょっとまだ今から嫁がいるんじゃからね嫁いらずなんじゃね、ちょっといけないですよね。娘2人と息子が1人、自分にできなかったこともあって息子には望む道を進ませたいと言います。先ほどからずっと入れられた材料っていうのはどういうものなんですか？ミルケン小型とね、ええ、砂糖と砂糖それから卵と、明日朝の仕事の準備、生地の仕込みが夕方始まります。そうですね、息上がってますもんね。ミキサーがいけない、手の人力ミキサー、人力ミキサー、いやいや昔からの、これやっぱこうやって混ぜないといけないんですよ、ずっとこれは、ね、手で、しっかりこうして混ぜんとね、ふが出る。ふが出るっていうのはゴムのようになる。あ、ゴムのようになっちゃいけないんです。いけない。あ、そうなんですか、はい、こうしてやるのは今頃長いね。これ全身運動ですよね、はい、空手全部使っての。うわ、じゃあごめんください、ごめんください、こんにちは、せんべいください、はい、やって、どれ待ちなさい、あなたらして別々に言ったら入れてあげるけ、はいはい、はい、どうぞ、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございました。あ、たかしくん、お釣りお釣り。建国でどちらかかけたらね、寝込んじゃったらもうできないでしょ、あ、そうですよね、もうね、こんな手焼きできつい仕事はもうや、子供も継ぐ気はないけどやりたくないねって言うけど、いざとなるとお客さんに対してね、のれんをのけるのが惜しいんですよね。あ、昔思えばね、あれですよね、もう少し続けたいなと思ったり。あ、そうですね、だから主人もね、命のある限り焼くんですと。私もね、配達はできなくなっても店だけでもね、おいでのお客さんにね、おいでのお客さんで、の売ってでも焼けたので、続けたいねって言って、まあね、焼けるだけ死ぬまででも肩持ってでも焼くと。これ持って。だから焼けもう量減るよね、だんだんと。まああれ体力いりますからね、やってますと、大変だとは思うんですけど。焼けに量減っても。だんだん縮小していくんよね。5時間のとこは4時間、3時間っていうように、ね。それでもしょうがないと思っちゃうね。お二人で今までやってこられた秘訣みたいな部分っていうのは、お二人がこう仲良く。そうじゃねえ、わしが短気だけ。短気、うん、関連してるんですよね。これようこらえる気じゃな。短気とこらえる、辛抱強い、
あ、やっぱそういうのが必要でし、うん、両方短期とか両方のんきじゃダメでしょ、こと進まないでしょうね。そりゃそうやと思うよ。わしは短期だしに、短期のもんがあれ座ってるすんときね、8時間辛抱ですよね、長い時間をね、忍耐よね。42年役はね、42年間ね、ようよう職人じゃなくてわしは言うんだよ、これにこの年になって、満足した品ができるです、できるようになった、うん、じゃあ今から今度はそれを高めていく、そう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 、年代って言いますか、あ、今からが時期ですね、はい、いやいや、今からが本番ですよ、本番、うん、そうか、今からが私そう思うとる、一生青春で、じゃあ、ね、これがしょっちゅう、あ、いいですね、これにしょっちゅう言うんだよね、この間から俺もようようよ職人になったっす、これでよそ行っても恥ずかしいね、飯が食えるぞって言うやし、今やったら、やっと今大人に、うん、大人になったっす。